There we go. さて、おっ始めるか。Hopefully, There we go.But hopefully, this is the last mission of this arc, which I can't really see there being more freaking missions. やめてくれ。But who knows? お見事です、ファルネーゼ殿。これでこのアルビオンに救う邪教とはほぼ全て捕らえたと言って過言ではないでしょう。This one arc, I forget what it is called. I think it's called Conviction. There's another one. 黒い剣士が救い出しに来た。黒い剣士と関わりを持つ邪教の巫女ですか。どうやらこの娘に関しては特別詳しく取り調べる必要がありそうですね。間近で見るとどうでけえな。こりゃジーンてより城塞だぜ。なんだこの気配は。首筋にジグジグ来やがる。死とか、いやもっと異様な。ここはやべえ。 Our hero of the millennium. I forgot.あの塔にキャスカが。 I didn't pay attention too much. 俺が中から開けてやるぜ。何としても挽回すんだ。また楽園に引かれてきやがったか。 But it's cool. But the only downside is that you should only look at one hidden trophy at a time. キャスカの姉ちゃんを探しに行くぜ。化け物、なんだこれは。小細な魔女め。モズクス様、お下がりください。恐れることはありません。今こそ我らの信仰が試される時です。我らは神に救いを求める口を持ちません。信仰とは全てを要求するもの。あえてこの試練を喜んでこの身を捧げましょう。悔い改めよ、亡者ども。信仰とは死ぬことと見つけたり。かかってきなさい。私は何者の挑戦でも受け。おお、これこそ神のご意志。この力を持て、皆を導けと。この魔女こそはアルビオンにはびこりし邪悪の元凶。この者を家系に処すことによって
神の勝利を民衆に示すことこそ我が使命。やだ、死にたくない。俺の連れはどこだ、答えろ。いるはずがない、ありえない、こんなもの。クソ、頭が停止してやる。なんかじゃない、誰か助けて。なんだ、何なのだこれは。黒い剣士が現れると壊れていく、私の見知った世界が音を立てて崩れていく。you
神のしもべたちよ、恐れることはありません。邪教の者どもがいかなる超常の技を用いようとも、その信仰に一点の曇りなくば、神は必ずあの力を打ち破るべく奇跡をお示しになります。ご覧なさい、この姿を。これこそ神の力の権限、邪悪を払う浜の翼なり。天使、我らが守護天使モズグス様、これよりこの聖地にはびこりし邪悪の元凶であるこの魔女の家系を執り行い、この忌まわしき怪異に終止符を打ちます。おお、早くしろ、焼いちまえ。やれ、あの女を焼けば助かるぞ。あなたが話に聞く黒い剣士ですか。モズグス様、ここは私たちにお任せください。神の正義の名において神に弓引く愚か者よ、その罪、その血をもってあがなっていただきましょう。キャスカを返してもらう。自信おら。うわー、大物だ。ゴーイン退避、ここから離れろ。にはびこりし邪悪の元凶である、この魔女に処刑を執り行い、この女は俺がいただくぜ。15 minutes on PS4 and at the time I just didn't feel like I felt like it was after the end. Talk!
It's like whatever. Shock が増される。Yeah, I don't have to fight. まさかいつもどこかに。But I'm trying.瞬間に俺は、俺はあの時と同じ結末にまた救えないと。敵面あなたがどれほどその邪悪なる力を振るおうと無駄なこと、経典をこの身にいただく以上忌むべき力で我が肉体を傷つけることは叶いません。なんて野郎だ。力は人並み、そう下手すりゃ致命傷だ。あなた邪悪なる魔女一人と引き換えに何千何万の信者の命が奪われても構わぬと、そういうのですか。ふざけるな。何千何万人が揃いこそろって女一人にすがりついてんじゃねえ。祈りこそは信仰そのもの。祈り、そして全てを神に委ねる。それこそが信仰の本質。祈りを知らぬ傲慢なる者よ、悔い改めよ。ほんと信仰ぬれ。貴様、神を恐れぬか。あくまで我が任務を阻むつもりか。神様にごまがすりたけりゃ、てめえの頭かち割って貢ぎ物にでもしやがれ。もうキャスカには一本触れさせん。せめてこの神敵を道連れに。これは我最後の命の炎で悪を焼き尽くす。遠慮するぜ。こいつは一番神を信じたあんたの花見。Uploaded to YouTube was about a year ago. And I was uploading to YouTube mostly just for money and just not having fun with it. But now I am having fun. あとわずかで私の命も尽きる。その時こそが、せめて最後は、頂から私の世界が滅びゆく様を見つめて、私にとって見上げ続け、見下ろすだけだったこの世界。
もういい。終わらせてくれ。この赤子は、いや、これは肉の体ではあるが、ただの人間ではない。力尽きしにかけているのか。お前も私と同じか。異様の赤子よ。共に行こう。When Sony recording time to the tower was, I don't know how long ago that was. They did that. Probably like around five or six months ago, I'm guessing.求めし者は来たれり。
俺の目の前に現れたあいつは魔物ではなく人の姿をしていた。まるであの頃からそのまま抜け出してきたかのように、俺はあいつを目にした一瞬殺意を忘れていた。それが許せねえ。当てどない旅だった。どこにいるかもわからないあいつの影を追って資料堂をかき分けさまよってきた。だが今あいつは俺と同じ世界にいる。俺が踏みしめる同じ大地に、俺の剣の届く先に。戻ったぜ。ヨエルはカッツ、ヤスカお姉ちゃん。カッツはこれからどうするの？みんなで一緒に暮らそうよ、ここで。そうだな。本当に約束だよ。いいんかね、そんな安請け合いしちゃって。あ、そういえば今お客さんが来てるんだ。何でもリッケルトの古い知り合いなんだって。リッケルトの兵隊だった頃のお友達だって言ってたから、ガッツも知ってる人じゃないかな。白銀の長い髪で男の人とは思えないほどすっごく綺麗な人だったよ。なんだかまるでおとぎ話の中の人みたいな。Yep, that was a final mission, I think, of that, yeah, the Hawk of the Millennium. Oh, I knew it was Millennium something. I mean something Millennium.But I couldn't exactly remember. あの黒い剣士が現れると壊れていく。私の見知った世界が音を立てて崩れていく。恐ろしい。あのただ闇夜に怯えるだけの子供が信仰という隠れ蓑が焼け落ちて照らし出される。アルビオに悪霊が押し寄せてくる時もそうだった。おい、ドロドロが迫ってるぜ。死にたくねえやつはそいつを拾え。松明、そっか、あいつら火を避けてる。こんなとこより塔の中に入った方がいいんじゃないのか。縄文ぶち破る相手に籠城なんつう意味がねえ。それにもうすぐ夜が明ける。ここなら胃の一番に火の光が差す。なぜこんなにも正確に当然のように生き抜くことを口にできるのだ。なぜこの男の声はこんなにも力強く私に響く。朝までが勝負だ。生き残るぞ。あの時と同じ。まるで悪夢の中にいるようだ。これは本当に現実なのか。ファルネーゼ様、私の後ろに。神よ、祈るな。祈れば手が塞がる。てめえが握ってるそれは何だ。この圧倒的な悪霊の中に立ち退かない、ただ一つ確かなもの。Oh, well. So it seems kind of weird to me.
瓦礫の塔、まるで砂の城のように消えた。 Well, it's just, I'm guessing it's just because, I'm more used to, like, 私の寄って立っていたもの、 North American games, like, 進行していたものとは、shooters and all that thing, like the best graphics and whatever it could be. Then, Japanese games like this are kind of a step down, but私の信仰は汚れていた。しかし、yeah, 私を守るはずのすべての虚職はあっけなく吹き飛ばされた。圧倒的な未知なる闇の前に、私はまた、they could even おそらくずっとあの夜の中にいたのだ。出発する。生徒に戻られるんですか？ right、私は黒い剣士を追う。私は漱石を捨てる。It's like I've never played Destiny, for example. Destiny 2, I mean. But the first game was just okay. Well, it was just okay because...It wanted, replay the same, missions over and over again for better loot. Like, さて、追っ始めるか。 It's just like, like they just said, level up. It's like, okay then. But they just didn't add enough content for what, they were offering.But I mean, what the game was offering. なくなってしまったんだって思ってた。でも、生きてこうしてまた会えるなんてさ。Even MMOs in the end don't have enough, content versus, level and all that.Give a replay, like raids over and over again to get the best, equipment. Katz, just wait! Doke, Rikkelto! Doke, not you! You can't get it! 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 You can't get it!Which, I don't totally mind. 変わらないな。口より先に剣を振る。いや、If a game むしろ doesn't have enough 初めて出会った頃のお前のようだ。Asking you to do, basically. 同じ顔で、同じ笑みで、同じ声で、俺を語るんじゃね。I don't mind a little.一体ここに何しに来やがった game, it's just... お前に会いにあの塔では随分と想像しかったからな、like、お前と二人きりで話しているいとまはなかった。この場ならふさわしいだろう。俺たち鷹の団がこうして再び集うには、like、その名を口にするんじゃねえ、like、確かめに来たんだ。この新しい体でお前の前に立って心を揺さぶる何かがあるのか。 But, どうやら俺は自由だ。 But then lots of, people think that the game's not really good if,
お前が裏切ったやつらに何一つ感じちゃいねえってことか。俺は俺の夢を裏切らない。それだけだ。Which, I'm kind of the same way, but, Zotto!
かすかに高鳴っている。俺の血はいてついたはず。これは俺の姿となり溶け合ったあの赤子の思いか。Even though I don't want to.そこまでだ。行くぞ。待て、どこへ？言ったはずだ。俺は俺の国を手に入れると。何も変わりはしない。しないだと。あれだけのことをやって。何も変わりはしないだと。お前は知っていたはずだ。俺がそうする男だと。お前だけは。
ガッツ、俺にも聞かせてよ本当のことを。あの日グリフィスやみんなに何があったのか。どんなに辛い話だって俺にも知る権利があるはずだろ。ふう、知らなくちゃならないんだガッツ。本当なの？そんなことって。なんとなく気づいてはいたけど。あ、俺も行くよ。ガッツだけがそんな重荷を背負い込んで、なのに俺何も知らずにこんなところで一人ぬくぬくと。連れて行ってよ。俺だって鷹野。ダメだ、お前にはグリフィスは憎めない。結局どうすんの？まだ復讐の旅続けるの？もうあいつを置いてはいかない。まさかキャスカを連れて復讐の旅を。分かってる、そんなことは無理だ。分かってる。楽園の者が二人あんまり長いこと一箇所にいるとろくなことにならないのは断罪の塔で証明済みだし。他にエルフの住処ってのはこの近くにはねえのか？ある。あったぞ。ちょっと遠いけど多分この世界のどこよりも安全でビューティフォーなパラダイスが。オレンジ。一晩だけでも泊まっていけないの？言ったろ、この楽園がある限り俺たちは資料や魔物どもを呼び寄せちまう。そうなればお前にも危害が及ぶ。俺はエリカにだって。けどやっぱり俺だって。かけがえのないものをおっぽり出すな。護道の遺言だろ。元気でね、キャスカお姉ちゃん。しっかり守らなくちゃダメだよ、ガッツ。ユキ、そういや俺が鷹の段を飛び出したのもちょうどこんな雪の中だったな。あいつとやり合ったのも今日みたいな雪の丘だった。今度は俺が置き去りにされたってわけか。置いてきゃしねえさ。もう置き去りにはしねえ。今度は失わない。石泥どうなったかな。死んでなきゃいいけど。目つきの悪さと強情なとこ、なんとなくガッツに似てたな。ふざけろ。ファルネーゼ様は変わられた。あの黒い剣士と出会ってから。いいもんですね、大人数で移動するんじゃなくてこういうしんみりしたのも。いかにも旅って感じがしますよ。どこがだ。寒いわ空腹だわろくでもない。それじゃあやっぱり生徒に帰りますか。黒い剣士は諦めて。
そのつもりはない。大神院の連中に製鉄騎士団は難民ともども怪物に飲み込まれてしまったと報告しろとでも言うのか。鋼鉄どころか下手をすれば異端審問にかけられるのがオチだ。それにあの屋敷にはもう戻る気はない。ファルネーゼ様と出会ったのもちょうどこんな雪の夜だった。雪倒れていたところを拾われ、その時からファルネーゼ様のものとなったバンディミオン家。その財力は世界屈指、諸国の王家にもその血筋を多く送り込み、絶大な影響力を誇る名門中の名門。しかし親の愛は娘を物で埋め尽くすことで示され、広大な屋敷で文字通りファルネーゼ様は野放しだった。小さな暴君である彼女の常軌を逸した行動は人を遠ざけた。しかし彼女は怯えていた。広大な牢獄に放置されて。